鳥栖ジャンクションの位置栖市は佐賀県の最東端に位置する市である。九州陸路交通の要衝であり、佐賀市、唐津市に次いで佐賀県では第3位の人口を要している。九州の陸上交通網において福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県を結ぶ南北軸と長崎県、大分県を結ぶ東西軸の交点に位置し、国道や 鉄道の結節点にあるため、物流施設の集積地でもある。佐賀県における人口規模は、佐賀市、唐津市に次ぐ3位だが、人口密度は両市を上回り、佐賀県内の自治体で第1位である。鳥栖ジャンクションがあり、2011年には九州新幹線の全線開業に合わせて、新鳥栖駅が完成した。交通の利便性から企業進出が相次いでおり、 人口増加が顕著である。日本次第売薬の一つとして知られる、田代売薬が栄えた土地である。栖市に本社を置く、久光製薬は、田代売薬を外する企業である。九州で、唯一の地方競馬場である、佐賀競馬場がある。日本プロサッカーリーグに加盟する佐賀ントスのホームタウンであり、JR 鳥栖駅東側に駅前不動産スタジアムがある。 東洋経済オンラインの住みよさランキングでは上位にランクインすることが多く、2010年は九州ブロックで1位、全国総合ランキングで4位となった。福岡都市圏の通勤通学圏に含まれ、人口の約5%が福岡都市圏へ通勤通学している。佐賀県の一部ではあるものの、市内東部は完全に福岡経済圏に属しており、普段の買い物などで、 佐賀方面へ行くことは稀であり、福岡県久留米市や筑紫の市、福岡市へと向かうことが普通である。栖市中心部周辺の空中写真。2010年5月17日撮影の15枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。筑紫平野に位置し、南の境を筑後川が流れる。 定地は水田に利用され、その中に市街地がある。北西部はセフリ山地の東部にあたる。市街局番は0942。儀式は神殿の対イ,イケルはトスを指す可能性が高い。トスの歴史は古く、大和政権にはすでにトリスと読まれていた。古文書、非前国風土記によると、王神天皇の御用、この地にトリが置かれたとあり、 この地で様々な鳥を飼育して献上していたことから、鳥スと称していたが、これが後に、鳥スに転化したという。鳥屋が多かったことから、古くから養鶏の盛んな土地であった。反省において、現在の飼域東部は、津島府中藩の飛び地で、田代寮と呼ばれ、長崎街道田代塾の宿場町であった。また、鳥市街地には、同じく、長崎街道、 とどろき塾の宿場が置かれていた。田代塾には、津島府中藩の米倉や大干所が設置されていた。また、朝鮮通信士の立ち寄る場所であり、応接のための施設も備えられた。藩主の宗主が朝鮮との貿易で、朝鮮から輸入した漢方薬の実物と知識が豊富に供給されたことと、収入源を確保する目的から、領民には、 薬の製造を副業とするものが増え、次第に多量でも行商するようになった。江戸時代後期には日本次第売薬の一つと数えられ、九州の薬商の大半を田代さんの薬が占めるほどであった。佐賀の乱や西南戦争時に薬が不足したことをきっかけに製薬業の拡大が見られた。日清戦争期には現在の久光製薬などが 佐世保や広島といった軍都に近い位置の利を活かして販路を拡大させている。また、江戸時代から続いた綿織物生産は、キート生産に変わり、養産が盛んになった。工実する鉄道網の整備により、大正から昭和初期にかけて製紙工場や製粉工場が開業したものの、第二次世界大戦時には、戦況悪化による衰退が見られた。 交通都市としての発展も見られ、鉄道網としては、九州鉄道の最初の区間として、博多から筑後川北岸まで開通したのをはじめ、1891年には、佐賀、1898年には、長崎、佐世保方面までが開業し、1934年の、久し大本線全通をもって、東西南北へと整備された。最盛期の1948年頃には、鉄道の町、 梅園の町と称されるほどであった。1954年4月には、都市町、田代町、ふもと村、元里村、朝日村の2丁3村が合併し、都市が成立。鉄道の町としての機能を失いつつあったのに対し、道路網の整備が進められの国道34号、改良、1972年の都市地区市の道路、開通。 1973年のトスジャンクション開通、交通都市としての性質も変化した。文字通り、交通都市となった都市は、地の利を生かした企業誘致を進めたことにより、工業都市としても発展を続けた。現在は、物流拠点としての整備も進められている。2004年には、都市プレミアムアウトレット、2006年には、九州シンクロトロン港研究センターなどが進出した。 他、産業技術総合研究所の九州センターが設置されており、九州における産学関連系の中核としての機能を果たしている。2013年には九州発となる重粒子船岩治療施設である九州国際重粒子船岩治療センターが開業した。鳥栖駅新鳥栖駅なお、地域によっては西鉄電車の駅の方が近い場所もある。都市ジャンクション。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成ありがとうございます。